今回はちょっと手振りがあって、音楽を聴きながら、シャルロッテを聴きながらちょっと振りがあったんですけど、心配をしていたよりもすごく楽しくて、先生と一緒に、皆さんと一緒にこうちょっと楽しみながら撮影を終えることができてよかったです。ハンドサインのポイントとかあったりしますか？私は本当に一部分だけなのであれなんですけど、なんかくるって回すのがなんかこう手首からいくと綺麗に見えるよって教えてもらって、そうするとすごくカメラで見た時に変わったので楽しくやらせていただきました。もちろん撮影だったり終わってから甘いものを食べたり美味しいご飯を食べるのも大好きなんですけど、それを食べた後に夜最近ハマっているのがステッパーでして、こう足を踏んでちょっと運動みたいな感覚なんですけど、1時間くらいやると汗もすごく出てすっきりした気持ちになれるので最近よくやっています。結構長い時間やられるんですか？そうですね、1時間だとステッパーの中ではちょっと長い方くらいの感じだと思うんですけど、気持ちもすごくハッピーになるし、明日も頑張ろうって思えるので、続けていくと自分もなんかこう今日1日は60点だったかもしれないけど、ステッパーできたから70点みたいな、プラス10点ぐらい上乗せされるような感覚があって、すごくいい気持ちで眠れます。年に大体1回くらい行くロケ場所があるんですけど、そのロケ場所の近くに美味しい卵焼きのお店とか焼き鳥屋さんのお店があって、テイクアウトできるんですけど、なんかそこを帰りによって1年1回の美味しい食べ物だと思って、季節を感じながら食べるのが好きです。毎年この時期に行かれる？そうなんですよ、なんかこう春頃にいつも行くロケ場所があって、そこの近くのその卵焼きとか焼き鳥を食べるとまた春が来たんだなって思いますし、またこれを食べれるのはまた1年後かと思う、なんかそんな気持ちになって結構ハッピーになりますね。まあ、さらに年齢も重ねていきますので、全てに対してレベルアップしていきたいと思うんですけれど、一つ挙げるならばコミュニケーションの厚みを増していきたいなって思ってます。いろんな現場にね入ると、皆さんほとんど初めましての方にお会いするときになかなか距離を詰めるのに時間がかかってしまったり、最後まであんまり喋れずじまいの方もいらっしゃったりすることが多いので、今年ぐらいからしっかりとたくさんの方とより深くコミュニケーションを、そして自分でこうお家帰って反省をしないようなコミュニケーションを取れるように厚みを増していきたいなと思います。コミュニケーションを取るのもうちょっと得意になりたいなっていう感じですか？そうですね、意外とこう年齢が下の役者さんともコミュニケーションを取るのが苦手なことに最近気づきまして、共通の話題がやっぱりなかなか探すのが難しくて、好きな食べ物の話をし終わったらもう話すことがないぞみたいなになってしまったりもするので、そこのね質問の子役ちゃんとかだったらそういう質問のバリエーションもね増やしていきたいと思います。今回当日に撮影場所に入ってからシャルロッテを聞かせていただいたんですけど、すごくポップで、なんかこう振りをこう一緒にリズム乗ってくださいとか振りがあったんですけど、なんかそれが自然に乗ってしまったり楽しい感じに振りからも元気が出てしまうぐらい素晴らしい楽曲で、なんか耳に残ってたくさんの方に広まっていくんだろうなという曲でした。聴いてるだけでこう気分が明るくなるようなハッピーな気持ちになりました。一緒に皆さんハンドサインとか楽しんでいただけたら嬉しいですかね？そうですね、ぜひ簡単な私でもできるような振りだったのでたくさんの方にやっていただきたいですね。普段は作品だったりの時入っていく時に大きな声で挨拶をして、自分もそうですし、こう周りの雰囲気ごと明るい方向に持っていけたらなって思ってます。だから笑顔で
大きな声で明るくご挨拶をするようにしています。挨拶はやっぱり基本っていう感じですかね。そうですね、すると結構自分も目がシャキッとしますし、こう声を出すお仕事でもあるので、こうちょっと発声も兼ねてというか、全部がプラスに働く気がして、大きい声で挨拶をしています。でも表情にすごく出ると思います。楽しい気分の時はニコニコしちゃうし、まあ、逆にそのマイナスの時はそんなに多分出ないと思うんですけど、ニヤニヤしちゃってマネージャーさんであったりスタッフさんに目くばせして楽しんで、楽しみを共有したりして、はい、過ごしてますね。あとなんか笑っちゃう癖があるので、笑っちゃいけないと思うと逆にクスクス笑ってしまうので、たまに命取りなんですけど、はい、楽しいことはなるべく顔に隠さないようにしてます。はい、これがこれまでの担当になります。ぜひ食べてみてください。はい、いただきます。うん、うん、美味しい。やっぱり安心の味っていう感じですかね。はい、いつも通り美味しいです。ありがとうございます。ねえ、わかるかな。ありがとうございます。あ、本当だ。へえ、いただきます。新しい方、見た目からもちょっと違う。いただきます。確かに、もちろんさっきのも美味しかったんです。こっちもさらに美味しくなってる気がします。しかも厚みが増したことによって、口の中での口どけも長くて、余韻も長くいてくれるような気がしますね。なるほど、さらに美味しくなることもあるんですね。美味しい。進化を感じました。美味しいです。まみさん、お待たせいたしました。はい、前の方に向いてください。はい。わあ、すごい。あ、書いてある前にも、わあ、あ、すごい。ハッピーはチョコレートから50周年。すごい、全部チョコレートだ。今回ちょっと厚みがガーナが増したということで、分厚いガーナのチョコレートケーキをご用意させていただきました。すごい、確かに分厚い。板チョコ1枚分あるもん。すごい。いや、いつもすごい、ありがとうございます。すごいな、本当に。今回はですね、はい、そんな誕生日を迎えられた浜辺美波さんにですね、はい、歌葉さんからもサプライズでコメントを頂戴しております。ぜひこちら見ていただいて、コメントいただければなと思っております。嬉しいな、可愛い格好してる。では浜辺美波さん、こんにちは。水曜日のカンパネラの歌葉です。この度は24歳のお誕生日おめでとうございます。今回水曜日のカンパネラが提供させていただいた楽曲チャルロッテを使用したロッテガーナミルクチョコレートの CM に浜辺さんが出演されるということをとても嬉しく思っております。シャルロッテという楽曲はチョコレートを食べた時のように楽しく明るく元気になれる楽曲になっておりますので、ぜひ浜辺さんも気に入ってもらえたら嬉しいです。ガーナは今年で60周年を迎えるということで、これから一緒にガーナ60周年を盛り上げていけたら嬉しいです。お仕事でお忙しい日々を過ごされているかと思いますが、お体に気をつけて素敵な1年をお過ごしください。応援しています。以上、水曜日のカンパネラの歌葉でした。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいですね。ありがとうございます。いかがでしたか、ゆたはさんからのコメント。いや、嬉しいですね。なんか毎年になっちゃうんですけど、一番最初に誕生日をお祝いしてくださるのがロッテさんの広告でっていうことなので、本当にもう24歳になっちゃうんだなっていうのを改めて感じますし、嬉しいですね。いや、本当初めまして、まだお会いしたことも多分ないと思うんですけど、いつかお会いしたいなと思いました。嬉しいです。では改めてケーキの前で24歳の抱負、何かリニューアルしたいことだったり厚みを増したいことも踏まえてお願いできればと思います。はい、そうですね、初心忘れるべからずと言いますが、
心も、毎年リニューアルして初心に戻り、しっかり着実にお仕事に向き合っていきたいと思いますし、24歳20代も半ばになってきましたので、さらに真剣にお仕事と向き合いたいですし、プライベートもね、お家をきれいに保ちたいという一つ目標があるので、きれいなお家と清々しい気持ちでお仕事にも取り組んでいきたいと思います。あと甘いものもね、ちょくちょく食べて、健康に体を動かして健康な体で頑張ってお仕事もしたいです。ありがとうございます。改めておめでとうございます。ありがとうございます。浜辺南さん、こんにちは。水曜日のカンパネラの歌派です。この度は24歳のお誕生日おめでとうございます。今回水曜日のカンパネラが提供させていただいた楽曲チャルロッテを使用したロッテガーナミルクチョコレートの CM に浜辺さんが出演されるということをとても嬉しく思っております。チャルロッテという楽曲はチョコレートを食べた時のように楽しく明るく元気になれる楽曲になっておりますので、ぜひ浜辺さんも気に入ってもらえたら嬉しいです。ガーナは今年で60周年を迎えるということで、これから一緒にガーナ60周年を盛り上げていけたら嬉しいです。お仕事でお忙しい日々を過ごされているかと思いますが、お体に気をつけて素敵な1年をお過ごしください。応援しています。以上、水曜日のカンパネラの歌派でした。